えー、それじゃあ、えー、皆さんおはようございます。ますえっとあ、暑くなりそうですので、あの、遠慮なく水分補給はしてください。で、えっ、ー、と、えー、僕、えっ、ー、と、経済経営学類の福富と言います。えー、僕の方からは、あの、まあ、 経済経営学類というものの、まあえー、紹介と、で、えー、実際に、えー、入学していただいたときに、まあ、何ができるかというようなことを、あーまあ、大枠を、えー、お話しするということになります。で、えー、先ほどのタイトルにもありましたけれども、 えっと、経済芸学類前身が、えー、福島高等商業学校というところで、で、えー、実はその福島高等商業学校というところが、えー、設立されてから、えー、まあ、設立されたのが1922年ということで、あの、今年で、ちょうど100周年に当たりますので、100年の伝統とということになります。で、 100周年を迎えるということで、あの、同窓生の方々から多額の寄付をいただいておりますので、入学していただければ、あの、その寄付金を使って、教育に当ててくださいと、ということですので、あの、皆さんも、もし、縁があれば、興味があれば、あの、そういう機会に恵まれると思いますので、頑張ってください。で、えっと、 まあ、その100年ということですので、えー、多くの卒業生の方があいらっしゃいます。で、えー、っと、まあ、亡くなられてる方が多くいらっしゃるんですけど、あの、この中で言うと、えー、ちょっとちっちゃいですけれども、あの、ここですね、えー 東方銀行の現在の頭取の方が、あの、福島大学の卒業生、えー、で、えー、いらっしゃいます。ので、あの、まあ、あの、在会、えー、含めて、えー、いろんいろなつながりがあると。えー、まあ、この後も、えー、紹介しますけれども、えー、今の、えー、在会と多くの、えー、関係があるということになっています。で、えー、じゃあ具体的に、えっ、ー、と、 まず、4年間で、福島大学の経済経営学類に入っていただいたときに、どういう力をつけようということで、カリキュラムを作っているかということですけれども、上から行くと、まず、あの、ま、経済経営学類という名前通りですけれども、その経済と、経済学と経営学に関わる専門知識を身につけてくださいと。で、それから、 エビデンスに基づき、論理的に、構成する、議論する力と、思考する力というものを身につけてくださいと。三つ目が、フィールドを通じて社会の課題に主体的に取り組もうという力をつけようと。そして、四番目が、ま、グローバル社会に適応して、グローバルに思考し、実践する力ということ。そして、 えー、5番目として、えっ、ー、と、まあ、キャリアライフバランスということも大きく問題になっている時代ですので、えー、入学して、えー、自分のキャリア、生涯を見据えて、で、えー、自立してさらに共同する力という、この5つの力を、えー、身につけてもらおうというのが、えー、経済経営学類の、えー、カリクラムの柱になっています。で、あの、 午後、あ、午後、午後じゃないな。僕の後で、えっ、ー、と、藤原春香先生という方と、野際先生という方と、吉光人先生という方がそれぞれ、えー、模擬講義されますけれども、あの、えー、まあ、具体的に、えー、これらの、えー、 育てたい力、身につけてほしい力というものが、どのように講義の中で実体化されているかということを、その模擬講義を通じて感じ取ってみてください。で、その5つの力を育むために、実際にカリクラムをどのように組み立てているかというのが次の4つです。 で、ポイントとしては、まず、えー、骨太のリタレシー科目ということで、 経済経営学類に入っていただいて、誰もが身につけてほしい専門の知識ですね。将来的に経済を専攻しようとも、経営を専攻しようとも、会計学を専攻しようとも、それぞれ経済、例えば経営を専攻しても経済,に経済の基礎知識というのは必要であるし、逆に経済を専攻しても経営とか簿記の基礎知識というのは必要ですので、経済に入って、 えと、最低限身につけてほしい力というものをまず、リテラシー科目として、え設定しております。えそれから、えー、と、その後、え実際に、えコースに分かれてもらうわけですけれども、えその時に、えー、と、経済学コースに入ったら、経済学だけを、えぇ、 すればいいっていう話ではなくて、え、先ほども言ったように、え、経済学に入ったとしても、簿記の力は必要だということですので、え、そこの垣根はなるべく、え、低くしてありますので、え、自分が興味ある、関心があるものを、え、コースをまたいで取れるようにしようと。いうのが2番目。それから、あ、実際に、え、社会に出て、先ほど言ったように、え、社会の実際の課題を、え、考えてほしいということですので、 実際に社会に出てフィールドで学ぶと。アクティブに自分で主体的に学ぶというカリキュラムになっています。で、最後、先ほどのキャリアを考えてという点で、経済経営学類の専門科目として、例えば労働とは何だとか、人的な資源の管理とは何だというような話を具体的に専門科目として、例えば学ぼうと。そういう組み立てになっています。 じゃあ具体的に、ええ、どう、もう少し話していくと、まず、ええ、リテラシー科目を、ええ、中心にして、で、ええ、その後、また後で詳しく話しますけれども、ええ、専門科目の知識の習得ということがメインになりますけれども、ええ、それと、ええ、実際に社会に出て、その、ええ、座学で身につけた力を、ええ、社会の中に還元していくと、ええ、そういう教育を目指していこうと。 ことですね。で、えー、そちらが、あまあ主体なんですけれども、えー、そのために、えー、実際に取り組んでいるのが、えっ、ー、と、右側の徹底した、えー、少人数教育ということで、えー、っと、1年生、えー、入っていただいて、えー、まず、えっ、ー、と、スタートアップセミナーという形で、えー、15人から20人。で、 えー、その後、えーと、1年生後期、えー、2年生の前期まで、えー、問題探究セミナーという形で、やはり同じように、えー、15人から20人ぐらい。で、えー、2年生の、えーと、その前期から後期に、えーまあ、前,期の前期中に、えー、実際に、えー、ゼミに入ってもらうわけですけれども、えー、そこから先、えーと 10人ぐらいの単位になって、えー、まあ、それぞれ担当の教員が、皆さんの、えー、と、勉学生活を細かく見ると、少人数の担当をすることで、きめ細かい教育をすると、っていう形と、もう一つは、あの、全員というわけではないですけれども、先ほど言ったように、グローバルに展開する力ということですので、 えっと、グローバル教育に力を入れて、えー、います。ので、え、この点に関してはまた後で、えー、お話ししますで、えー、実際に、えっ、ー、と、専門知識の話ですけれども、えっ、ー、と、リタレスイ科目として、えー、設定しているのは、えっ、ー、と、リタレスイの A という方が、え、7科目、これが、え、1年生の前期から後期にかけて、 7科目すべて取ってくださいという必修の科目になります。で、えーまあ、見てのとおり、マクロ、経営、ミクロ、キー1、2と2つ、から政治、経済、統計という必須の、経済、経営を学ぶ上えで必須であろうという話ですね。それから、えっと 一年生の後期から、え二年生の前期にかけて、えっと、リテラシーの B という科目。えこちらの方は、え書いてある通り、9科目中7科目、え取ってくださいと。ということで、選択必修ということになりますけれども、えあの、載っているような科目がありますと。えということで、えこうした、リテラシー科目を、 えー、取っていただくことで最低限の専門知識を身につけると。で、その上で、えー、2年生後期から3年生にかけて、えー、より、えー、っと、専門的な、あの、科目に進んでいくということになります。で、えー、っと、 先ほど繰り返しになりますけれども、2年生の前期5月から6月にかけての時期に、コースをまず選択してもらいます。200名程度入学することになりますので、だいたい100名、100名ぐらいの感じで、経済学コースと経営学コースというコースに分かれてもらうと。 で、えー、こちらも繰り返しになりますけれども、あくまでもコースですので、あの、目安ですから、経済学コースに入ったからといって、えー、経営学の授業を取っちゃいけないという話でもないし、えー、逆も経営学コースに所属したから経済学のコース取っちゃいけないという話ではないですから、 あの、興味関心のあるところは、ええー、自由に、えー、横断的に取っていただいて構わないと。ええー、もちろん、あの、経済学コースに所属すれば、最低限こんだけの経済学に関する、ええー、授業は取ってくださいよという縛りはありますけれども、あの、その縛りは、ええー、極力低くしてありますので、ええー、横断的、多角的に、ええー、自分の視野を広げると。ということを考えて、ええー、学習していってくださいという形で作ってあります。で、 経済学コースの中には、えっと、主に理論ですね。えっえまあいいか。えっと、後ほど説明しますけれども、理論中心の経済、理論モデルというモデルと、履修体系のモデルと、グローバル経済モデルということで、どちらかといえば、社会に出ていて、実践、 社会の課題に取り組むようなモデルと、それから経営を中心に学ぶ地域経営モデルと、最後、簿記を中心に学ぶような会計簿記を学ぶような会計ファイナンスモデルというモデルが準備してあります。で、これも、あの、 カチッとしたものではなくて、て、大体おおよそこんな感じの授業を取っていってくださいという例示になっていますので、あくまでもまあ,あの自分の興味関心で授業は組み立てていって構わないということです。で、えー、あと、で、先ほど言ったあのグローバルに関しては、どのコース、どのモデルに所属しても、えー ちょっと、え、外国語の勉強を続けたいという方のために、えっと、コース横断的に、え、グローバルエキスパートプログラムというプログラムが用意されていますので、え、外国語の勉強に力を入れたいという方は、あの、こちらを、ま、ああと、複線工的に、え、取ってみるということも可能になります。で、えっ、ー、と、実際の話ですけれども、えっ、ー、と、 専門的な力を身につけ、座学で専門的な力を身につけていただいて、で、その身につけた知識を実際の社会に適用していくということで、アクティブに学ぶ、フィールドで学ぶということですけれども、えっと、まあ、繰り返し、フィールドスタディやアクティブラーニングということを意識して、まあ、ゼミ活動をしていってもらってますと。 ことです。で、えー、具体的なゼミの紹介ですけれども、えー、例えば、えーと、経営の遠藤ゼミというところでは、えー、郡山のそのブランド野菜を、えー、実際に自分たちで、えー、写真にあるように、えー、マルシェという形で、えーとまあえー、店を出していただいて、えー、売るというような形で、 え、マーケティングの、えと、実際の活動をするということであったり、その中で地域とのつながり、地域がどういう問題に直面しているかということを、肌みで感じていただきたいというようなゼミ活動をしているということです。それから、経済、グローバル地域経済の中の吉田ゼミというところですけれども、えっと、 え、数年前に、学生さんと、その合図の方々が連携して、おちょこパスというのを作ったんですけれども、あの、書いてある通りですけれども、その合図塗りのおちょこが、収入券の代わりになって、おちょこ持って合図の町をバス乗って1日観光すると、そんなような取り組みですね。そういう活動、実際の え、街づくりを学生のうちに体験すると、というようなゼミ活動をしているゼミもあります。それから、えと、理論的なことを主としていると、なかなか社会と接点ないかなというふうに思うかもしれませんけど、えと、佐藤英治ゼミというところで、え、ガソリンの価格を実際に、え、 学生と回っていって、で、どういう問題がそこに存在しているのかと、非常に身近なガソリンの価格という、身近な問題を、要するに大きな経済活動という大きな枠組みの中で、身近な問題を捉えて、で、それを実際に論文の形に仕上げて、 ええ、あるように、英語の論文に仕上げ上げたというようなゼミ活動もありますと。そういうようなことを実際にしていますので、えと、専門的な知識を身につけて、かつそれを社会の中に還元していくというようなことを実際に活動しているということです。それから、えと、先ほどの多くの 卒業生を排出しているという点で言えば、その、実際の会計ですけれども、一番上が、公認会計士の方々、OB の中にもいらっしゃいますので、そのような方を事業の中で、事業の中でというか事業で、実際の公認会計士、現役の公認会計士の方に担当してもらうというような、 財務諸評監査というような事業もありますし、え、真ん中が、あ、税理士会ですね、東北税理士会の中にも、えー、多くの OB の方がいらっしゃいますので、えー、現役の税理士の方に、えー、事業を担当していただいて、えー、と、まあ、書いてある通りですけれども、具体的なその経営問題を考えてもらおうと、であったり、えー、それから野村証券、 え、の方に、えっと、野村総局の方に実際に来ていただいて、え、授業を担当してもらうと。というような、え、外部の講師の方々に、え、授業を担当してもらうという機会もあります。で、え、その他、あの、えっ、ー、と、社会との、え、共同という意味でいうと、え、公編集というのが設定されていて、で、えー、 ここ2、3年ちょっとコロナの影響でなかなかこう外部から人を来てもらうということが難しかったので実施されていないところはあるんですけれどもあの、えー、コープ演習という概念としては、えーまあ、<laughs> 共同してということで外部の企業と大学とで演習を共同で運営しようと。で えっと、インターンシップだとどうしても期間が短くなるので、その企業の方々と接する時間が短くなりますけれども、演習ということで運営していけば少なくとも半年、まあ3ヶ月単位で、半期単位で、 え、せ、え、外部の方と接して、え、様々な問題を、え、共有することができますので、え、こういう形で、え、えっと、演習を、え、運営するということも、実際やって、え、おります。で、え、過去では、えと、アクセンチュアというコンサルティング会社であったり、ま、東方銀行や、え、楽天イーグルスといった、え、ところと共同して、え、事業をしていたということです。 で、えっと、えー、そこから次、えっ、ー、と、グローバルエクスパートプログラムに関してですけれども、えー、まずは、あの、福島大学全体として、えー、世界中、あの、 えー、何カ国だったっけえー、ちょっと、えー、数忘れましたけれども、あの、世界中の多くのお国々の、えー、大学と、えー、協定を結んで、あ、書いてありますね。えー、33大学と、えー、協定を結んでいますので、えー、と、まあ、えー、と、その協定校とは、えー、 一定の基準をクリアすれば、あの、えー、授業料、入学料、えー、免除で、えー、半年なり一年なり、えー、交換留学できますよ、ということです。で、えー、こちらも、まあ、あの、近年コロナの影響で、なかなかこう、あの、実施、一応、あの、行ける人は選んではいたんですけど、あの、 コロナが改善しないということで、実際に行くということはなかなかできていなかったんですけれども、一応、この秋に、まあ今の状況であれば、おそらく、大学全体として、まあ一応8名行くということになってます。あの、人数はどうしてもこの状況なので少なめなんですけれども、8名と。ただし、 えー、その8名のうちの、えー、実は6名が、えー、経済の学生ですので、まあ大学全体の中でもあのグローバルにという意味では、えー、経済経営学類が、えー、力を入れているということは確かですので、えー、興味のある方はあの、えー、取り上げ、えー、詳しく、えー、調べてみてください。 で、あの、実際に、えー、どういうプログラムかというと、あの、まずは、あの、入学して、あの、多くの方は、えー、英語の授業というのは、週に2回、取るだけなんですけども、あの、組み合わせ方によっては、えー、週に3つ、4つ、英語の授業を取るということも可能な、カリクラムになっていますので、えー、集中して、英語を勉強すると。 え、いうことも可能ですと。で、なおかつ、えー、いわゆる高校で、えー、学んでいるような、その英語の授業、えー、英語を学ぶという形の、えー、授業では、まあそういう授業もありますけれども、えー、それよりかはむしろ、えー、実際に英語を使って、えー、議論したり、えー、発表したりというような、 どうやって英語を実際の社会の中で使っていくんだと、っていうようなことを学んでいくという授業を開講しています。それから、もう一つは、あの、英語を勉強すれば十分でしょっていうことも考えていらっしゃるかもしれませんけど、 あの実際にあの英語圏以外の国々へ行けば当然あのその現地の言葉を使うと、えー、現地の言葉を使うということがどれぐらいコミュニケーションに、えー、とって重要であるかというのは、えー、<laughs> まあ頭では分かると思うんですけど、えー、実際行ってみてもやっぱりえー たとえ、その挨拶であった、挨拶の一言であったとしても、やっぱり現地の言葉が使えるということは非常に大きなことですので、できるだけ英語と日本語、さらにもう一個、外国語を身につけようと。っていうのが、グローバルエクスパートプログラムの趣旨になっています。で、えー、と、実際に、まあ、あの、その後、先ほど言ったように、 長期の6ヶ月1年の留学ということもあるし、ゼミによっては、ゼミ単位で1週間程度、海外に行って、その現地の調査をするということもありますし、それから、ワークエクスペリエンスアブロードという事業になってますけれども、海外、アメリカのテキサスの市役所でインターンをすると。 えー、いうような授業もありますから。で、えー、そういった、あの、実際に英語を使って、えーあ、まあ,あの、海外調査に関してはあ、あと留学に関しては行くところによって、えー、英語とは限りませんけれども、えー、外国語を使って、さまざまな異文化体験を積んでいってもらおうという話ですね。で、えー、何も外に出ていかなくても、あの、写真にある、えー、ジャパンスタディプログラムというのは、あの、 えー、今ちょっと経済の先生ではないんですけど、あの、映っている、えー、ちょっとちっちゃいから分かりづらいですけど、あの、まあ、えっ、ー、と、いわゆるハーフの方なんですけども、あの、マクマイケル先生という方が、えー、海外から短期で、えー、福島のことを少し勉強しようという、えー、外国の方が、あの、写真にあるように多く、えー、見えられて、で、 えー、その人たちと一緒になって、あの、一週間、えー、福島あのいろんなところを回っていって、えー、今現状福島がどうなっているかというようなことを、えー、海外に、えーまあ、持ち帰ってもらうとか、えー、日本人であればそれを海外に発信すると、と、えー、いうような取り組みの事業であったり、えー、そういうものがあの開講されていますということです。で、えー、あと、まあ、あの、その一定の基準を満たしてもらえれば、 えー、グローバルエクスパートプログラム認定証という形で、えー、認定証が提出されるということです。ああと提供されるということです。で、えー、ま、えー、まあ、繰り返しますけど、えっ、ー、と、実際に行けるとか、実際に外国に行かなくても、あの、経済の先生自体が、 えー、中国、韓国、ロシア、ドイツ、えー、アメリカあの、えー、出身の先生方がいらっしゃいますので、あの、ここに所属するというだけでも、あの、グローバルなあ雰囲気は味わえるという、まあ、教員の構成になっています。で、えー、と、4点目の柱でしたけれども、えー、キャリアですね、えー 入学してすぐになかなかこう就職のことを考えるということは、実際には難しいことかもしれませんけれども、授業のあの、組み立てとして、1年生の時にまずキャリア形成論と、働くことって一体どういうことっていうようなことを考える授業があります。それから、 え、インターンシップはまあ、どの段階で行くかというのはいろいろだと思いますけど、え、多くの学生が3年生の夏休みぐらいに、まあ実際に、え、就職のことを考え始めるわけですので、え、インターンに出かけて行きます。それから、え、あと一つ前で言った、と海外インターンシップであれば、 あの、早ければ2年生の秋で、海外に行くと、テキサスに行くという学生もいます。今年も2年生の子で行きますと言っている子いますので、海外インターンシップであれば、まあ、あんま別に国内のインターンシップも別に2年生で行って構わないんですけど、長期の休みを使って研修をすると。 いうことは可能ですし、えー、とそれから、えー、実際に、えー、3年生の前期いいですね、えー、3年生の前期になって、えー、キャリアモデル学習という、えー、名前の授業であの卒業生の方々主として卒業生の方々に、えー、来ていただいて、えー、実際どういう、えーなんだえー、と今自分がどういう活動をしているか。 であったり、今、社会に出てみて、大学時代にやっとけばよかったなというのは一体どういうことだ、どういうことをやっとけばよかったかなというような体験を話してもらうというような事業があります。で、その他にも人的資源管理論であったり、労働経済であったり、労働法であったりという形で、社会と、自分の,その職業と自分の生活とと,と、 というようなことを相対的に考えるような専門の授業というのもありますので、そういった形で自分のキャリアを長期的に長い目で見て考えるという機会も4年間のうちにあるかと思います。 で、えー、その就職ですけれども、えっ、ー、と、ま、あ挙げたのが、えー、よく、えー、まあ、大手の、えぇ、ー、パッとの名前を見ればわかるような企業おになっていますけれども、えー、こういった会社に、えー、卒業生の方々が就職しているということです。で、えー、ちょっとちっちゃくてわかりづらいかもしれませんけれども、えー、昨年度の、だからこの4月の、 え、就職の状況ですけれども、えー、と、分野に関して言うと、あまず、あの、全体として97.4%という、えっ、ー、と、就職率になってます。で、えー、文科省が調べた全国の平均が95ぐらいですので、えー、それを考えれば、かなり、え、堅調な数字だろうというふうに思います。で、 えっ、ー、と、えー、分野に関して言うと、あの、それほど、えー、近年大きな動きはないです。えー、上位5つは、えー、ここにあるように、え金融業、えサービス業、えー、情報通信業、えー、それから、え小売業を、 ええ、あと、公務員ですね。公務員が、地方公務員と国家公務員が分かれて、あの、グラフになってますので、ええ、ちょっと、ええ、地方公務員が最下位のように最下位というか5番目に見えますけど、国家公務員と合わせると実は、公務員が、公務員の就職が一番多い。こういう状まあ、多いといっても、4、5人の差なんですけど、ええと、金融業が30に対して、 えと、公務員が合わせれば34。えー、そんなような割合ですけれども、えー、だいたい、えー、その5つの業種で、えー、1 5名ぐらいが、えーえー、その五つの業種に150名ぐらいが就職していくと。えー、そんな状態になってます。で、えー、と、この3年ぐらい、えー、を見ていると、あの、 まあコロナの影響もあるんだと思います。コロナの影響と、あと、えっ、ー、と、国のあの政策の影響で、えー、情報通信が、あの、徐々に徐々に、あの、就職が良くなってますので、えっ、ー、と、情報通信の関係の就職ということを、まあ、えー まあ全くそこに興味がなければ、別にお勧めすることはないですけど、えー実,えー、実態としては、あのそこが結構大きな割合を占めていると、えー、っていうのが現状です。それから、えーと、就職先の地域ですね。で、これに関しては今年度、えーまあ、初めてなんですけれども、えーと 通常、去年までは、当然といえば当然なんですけど、えー、就職先、福島県が1位で、えー、2位が、えーまあ、関東県で、3位が宮城というのが、えー、大体の、えー、割合というか順位だったんですけれども、えー、去年の、えー、この4月の就職で、えー、東京都に就職している方が初めて1位になって、 で、2位福島、3位宮城という地域の割合になりました。で、これはまあ、いろんな理由が考えられはするんですけれども、ええー、一つは、あの、就職の面,面接がコロナで、あの、オンラインに変わったということで、あの、何度も何度も東京に行かなくて良くなったということが多分一番大きいんだろうなと。 え、いうことで、まあ、これから先皆さんが就職する時でも、えー、そこは変わらないでしょうから、えっ、ー、と、就職先のそのいろんな選択肢に関して言えば、えー、これまで以上に広がっていると、えー、というふうに思っていただければ構わないと思います。で、えー、まあ、これは繰り返しですけれども、先ほど言ったように、えっ、ー、と、 地方公務員が、えー、25名、えー、国家公務員が9名と、えー。比較的、まあ、最近国家公務員も結構、えー、採用されているという状態にありますので、えー、全体として、まあ、34名と、えー。経済、経営学類だから、えー、まあ、公務員になるだったら、えー、とお隣の方がいいかなと。えー という感じもするかもしれませんけど、えー、経済経営に入ったとしても、えー、公務員として就職されている方は、えー、まあ、このぐらいの割合でいますよと、と、えー、いうことです。で、えー、最後になりますけれども、えー、と入り口ですね。えー、これが一番大事かもしれませんけど、あの入試の形態ですけれども、えー、まず一般入試ですね。 で、一般入試としては、定員が前期で114名、後期で40名ですね。で、まあ、大学共通テストを受けてくださいということと、個別学力検査で英語もしくは小論文、どちらかを選択してくださいということになります。まあ、あの、えー、と、 7年度以降の具体的な入試科目をまだ公表してませんのでは、えー、はっきりとしたことは言えませんけれども、一応現状ではこういう構成になっていますということですので、あの詳細な内容に関しては今後ウェブサイトで確認していってくださいと,、えー、ということになります。まあ、以下全部同じなんですけれども、えー、と学校推薦、 ですね。で、学校推薦に関して言うと、A 推薦と B 推薦、2種類あります。で、どちらも定員は25名ということになっています。で、推薦の要件ですけれども、まず、どちらも平均の評定が4.3以上ということで、それから A 推薦の方が、 外国語ですね。まあ、おそらく英語になるかと思いますけれども、ええー、と、まあ、あの、いろんな、あの、検定試験がありますけれども、えー、英語、英、え、検、ー、を、ええー、と、基準にして言うと、えー、設定してあるのはだいたえー、準2級と2級の間ぐらいの点数が <laughs>、えー、設定してありますので、 あのそれぐらいの、えー、検定まが、あ、要するに、えー、準2級合格していてその点数をクリアしているか、えーまあ、2級を合格している、まあ、2級取れてなくてもその点数をクリアしていると、えー、っていうような方は、えーまあ、a 水線の資格を を、えー、まあ、えー、資格の検定、検定の監視で言えば、その資格を有しているということになります。それから、B 推薦の方が、えっ、ー、と、いわゆる昔言っていた商業化推薦ということで、えー、評定に合わ、えっ、ー、と、標定とあ合わせて、えー、簿記検定のあ点数ですね。えっ、ー、と、正確な点数ちょっと忘れましたので、えー、<laughs> 正確な点数は、えっと、ウェブサイトで確認して、えいただきたいんですけれども、えぇ、の資格を、え有しているということで、え推薦の、え要件がありますよと。えそちらが、え二25名ずつ、えということで、え入り口としては、え推薦としていう入り口がありますことです。それから最後が、えいわゆる栄養入試ですね、総合選抜ですけれども、えちょっとこちら、あの、 えー、いろいろあって大変なんですが、あの、まず一次選抜として、えー、課題図書に基づいて、えー、レポート書いてくださいということです。それから、えー、それに合格した方を、えー、二次選抜ということで、グループ討論と、まあ、個人の面接を、えー、しますと。で、えー、その後ですね、えー、さらに、えっ、ー、と、共通テストで、えー、ちょっと細かいことはまた、 えっと、先ほどと同じ理由で、えー、変わるかと思いますので、えー、細かい、どの科目を受けなきゃいけないかという話はちょっとできないんですけれども、えー、最後に共通テストを受けていただいて、えー、一定の点数をクリアしてくださいと。っていう、えー、そういう、えー、構成の試験になっています。で、えー、どうしてもこう、 なんていうのかなえ、AO であるにもかかわらず、あの、最後、大学教授テストまで受けてくださいという、まあ、厳しい目の設定になっているので、えー、なかなかこう、大変な感じを受けられているようなか、印象があるんですけれども、あの、最後に教授テストを受けておいてくださいというのは、えー、実際に入ってから、あの、 苦労しないですよと、えー、どうしてもこうあの早い段階で推薦だけで、えー、入っちゃうとあのその後あの期間が空いてしまいますので、えー、それも含めてあの入ってからのその苦労する学生というのはどうしても、えー、出てきちゃいますからあのそれを、えー、考えると、えー たとえ、こう、AO であったとしても、えー、少し厳しめの、えー、かつ学,科学力をある程度担保した試験になっていますと。と、えー、いうことです。ので、えー、まあ、興味のある方は、えー、総合型選抜という入り口もありますよと,ということです。で、えー、以上かな。と、えー、いうことで、えっ、ー、と、繰り返しになりますけど、あの、皆さんの場合には、まだ、あの、 正確な入試の情報というのは公表されていませんので、えー、時期が来たらウェブサイトで確認していってくださいと,ということです。で、えー、以上ですけれども、えー、繰り返しますが、あの、大学に入って身につけてほしいことというのは、まずは経済経学、経済学経営学の専門知識をしっかりと最低限身につけると。 ということと、それに基づいて、地域であったり、様々な世界であったり、実際の社会に出て行ってもらって、自分でどういう問題が世の中には存在していて、それを解決するためには何を学んでいかなきゃいけないかというようなことをしっかりと考えて勉強してもらいたいと。 これが、経済、経営学類のカリキュラムの根本ですと。っていうことです。ですので、そのような考えに賛同していただいて、そこで学んでいただきたい、学びたいということであれば、あのウェルカムですので、頑張って入学していってください。以上です。ので、何か質問があれば、 質問してください。なかなか大変かな。じゃあ,あの一旦終わりますので何か聞きたいことがあれば個人的に聞いてください。じゃあお疲れ様でした。